こんにちは、石山浩二です。アンティークイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。質問の一つ目、アメリカ国債を買わせるためにどうして金利安にさせる必要があるのでしょうかと。二つ目、グレートリセット具体的に何が変化。三つ目、一般国民が家族を守るためにどういう資産防衛をするかということで、三つのテーマでお話をしていきます。で、一つ目ですね、これまあアメリカ国債を買わせるために金利安に誘導させてるというふうな動画を一本作ったんですけど、こちらに対してなぜかというご質問が YouTube のコメント欄にあったので、まあ、もうちょい詳しく説明すると、要はアメリカが金利を上げていくと、まあ、基本的には年間 2.5% を目標にして今上げていると。で、日本っていうのは 0.25% を上限に、これ以上金利が上がらないように、日銀ですね、日本銀行が国債を買い入れていくという話になっていると。で、この 2.5% と 0.25% のこの金利差が今、どんどん円安に向かわせていると。で、具体的に言うと、1億円仮にあった場合、アメリカ国債に全部お金を、これまあドルに変換するわけですけど、ドルにして、これを投資すると、為替の価格変動が起きないときに、年間250万円、2.5% の利息、金利収入を得ることができるというのが年利 2.5%。で、円のまま、1億円を円のまま、今これ 0.25% もつかないんですけど、日本国債を買うと 0.25% なんで25万円の利息を得ることができると。で、この250万対25万円の世界だから、もう日本円の国債をどんどん売ってアメリカ国債を買いましょうというふうに、金融機関とかですね、いろんな保険会社とかが、どんどんそっちの方向に向かっているということで、さらに円安が加速しているということが今起きていることです。で、一番重要なのは、アメリカは金利を上げますと言い出して株価が下がったりしていったわけなんですが、日本はこの金利を上げませんと、金利が上がりそうになったら介入するという話をしているために、みんなが安心して円を売ってドルを買うと、これを円安というわけですが、この利息収入と、まあ、これ為替が1円でも動くとさらに100万円儲かるような世界なので、そのように今お金が動いていっているというような状況です。なので、この金利に対して、まあ、今までお金がジャブジャブにコロナ対策で印刷されていて、この余ったお金が現物資産に向かっているわけですね。で、株を売ってお金を得て、現物資産、原油とか金とか小麦とかっていうところにお金がどんどん向かっているのが今の状況です。なので株もあまり上がらないし、現物資産だけが上がるということになっています。で、質問の2つ目、これ非常に重要な話ですね。グレートリセット、具体的に何が変化で、グレートリセットの定義を、全て説明できる人はいないんですが、私がこの世の中を細かく見ていくと、グレートリセットとはもう今までの常識は通じないと。普通に海外旅行に行って好きなものを好きな人たちと食べてみたいな世界ではどうやらもうなくなってしまったと。で、今中国でまさに本当のロックダウンが行われています。まあ、新しいコロナが発生したのかばらまかれたのかは誰にも分かりませんが、この今中国が今頃になって本格的ロックダウン、もう要は出かけることすらできないと、食べ物を買いに行くことすらできないようなロックダウンが生じていると。なので、このようなことが当たり前のように、コントロールされる世界ということがこれからさらに加速していくと。なので、すぐ緊急事態宣言とかまん延防止法とかで出かけたりすることを自粛したり、出かけられなくしたり、あるところは仕事が営業できなくなったりするということが起きると。で、まあ、今ロシアウクライナ戦争が起きて、実際にロシアはもう資産凍結と、もうお金が動かせなくなってしまったのがロシアなので、このようなことが当たり前のように起きてくる世の中にどうやらなっているというのがグレートリセットです。で、まあ、これ非常に重要な問題で、
中国とアメリカってなんか敵対してるような感じで見えてますけど、その上にもっと支配するものがおり、デジタルマネーとこのロックダウンで、人間を完全に拘束すると、支配するということが今加速してってると。で、今までは現金があればお金をちょっと、避けておいたりすることができたわけですが、デジタルマネーになることによって、全てのお金の出入りが、この支配者にコントロールされてしまうということと、もう一つはロックダウン、もう自由を奪い出かけることさえできなくなるようにしているというのが、これからさらに、加速していくようなことだというふうに私は見ています。で、これはまあ戦争がもっと拡大するとロックダウンとか資産凍結とかの話が加速していくので、今までは私は資産凍結とか没収とかってあんまりやるとは思ってなかったんですが、今回ロシアで完全に、もう実行されたということで、ここ本当に気をつけた方がいいところです。で、質問の3番目に入るとこう流れがこうあると思うんですけど、質問の3つ目は一般国民が家族を守るためにどういう資産防衛をするのかということなんで、これもうすいません、この質問の人にまず答えなきゃいけないんですが、持ち家をまだ持っていないなら、持っていたらもうしょうがないです、持っていないならもう買わない方がいいよという感じです。で、これはなぜかっていうと、ローンの金利が上がっていく可能性が非常に高いからと、あとは日本がもし戦争に巻き込まれた時に、固定の場所を持っているっていうことは移動しづらくなるので、まあ、賃貸にしといていつでも移動できるようにしといた方がいいという感じです。で、もう一つは当然金を地金でいくばくか持っていて、でもっと余裕資産がある人はアンティークコインももちろん買って、こっちは値上がり狙い、地金の方はディフェンシブ、防衛のために買っておくということで、いつでもどこでも移動していって金を 300g ぐらい持っていて、これで1年間暮らせるというようなことを念頭に置いておいた方がいいです。で、まあ、あと車ですね、車の買い替え時期がもしあるのであれば、もう本当に大型の荷物がたくさん積めるようなもの、電気自動車とか多分買ったら一番ダメなタイプだと思うので、ガソリン車でなるべく荷物が積めるもの、まあ、燃費はちょっと悪くなってもしょうがないので、これで移動できる、できれば RV がいいです。 RV っていうのは四輪駆動で走る、悪路、悪い道を走れるようなタイプですね。これ今何を言ってるかというと、戦争になった時に移動する時にいろんな障害物が出た時に、そこを走破できる、走り抜けることができるようなものまで含めて考えた方がいいと。で、これまあ、3つ目の質問はもう本当にかなり、もう戦争に巻き込まれることが前提のことなので、まあ本当に家これから買うべきではないし、車は今のようなものに対応するしっていうのを私だったらやるかなと。で、まあ個人的には、現金キャッシュでお金があって家買えるんであれば、それは別に全然 OK で、まあそれは普通はそれを一般国民とは呼ばないので、通常の人は今言ったようになるべくフレキシブルに移動できる体制を取っておいた方がいいという感じです。で、まあこれ今日はもうまとめもないんですけど、まあ戦争っていうのは今ロシア・ウクライナ戦争が起きていて、陸路でつながっているところなので中継地点っていうのが必ず必要になるんですね。で、これ何を言ってるかというと、弾薬とか燃料とか食料とかを補給しないと戦争っていうのは成り立たないと。で、この今アメリカは、対中国、対ロシアに対して、戦争体制に入ってます。なので、この戦争体制に入っている時に中国とかロシアに向けての中継地点ってまさに日本なので、この中継地点にどの場所が選ばれるか、もちろん基地、米軍基地とか自衛隊の基地がまずは最初選ばれるんですが、どんどん拡大していった時のことまで考えておいて、まあ、動けるようになっておいた方がいいかっていう感じです。なので、まあ、アメリカ国債の話はお金の話なんで別にあまり重要な問題ではなくて、このグレートリセットとか、このもう今戦争状態にあるっていうことをよく見ておいた方がいいです。このゼレンスキーさんが日本に来て、日本でロシアに対して制裁をするということを日本はもう認めてしまったので、もうロシアは敵対国にも完全になってます。
なのでここを、舐めていると本当に危ないので、いろいろと、状況を見据えながらですね、用意をしていっておいた方がいいかなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問いただければ、まあこれ私の解釈なんですけど、基本的にほとんど外れないです。なぜなら、物が見れるからです。なので、もう対策取っておいた方がいいよという感じです。あと動画の右下にチャンネル登録のボタンがありますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。もともと金貨アンティークコインのチャンネルだったんですが、もう世の中がどんどんきな臭くなってきているので、この世界の状況と資産防衛、もちろん増やすこともできるんで、資産を構築するということも含めた、YouTube を作らさせてもらってますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。あと動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が週1回発行している LINE に登録できます。動画が1本ついてまして、水曜と木曜日と日曜日、1日2人だけ個別相談というのは Zoom でオンラインでやってますので、ぜひ、登録して、興味ある方は Zoom の方を申し込んでいただければと思います。今本当に世の中がきな臭くなってきたので、この資産防衛したい人というのは非常に増えてきて、最近個別相談も結構びっちり入っているので、なるべく早めに入れておいてもらった方がいいかなというふうに思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。